お互いのソロステージをお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。実は彼女のピアノ弾ソロを弾いてるのを聞くのは、実はこの前の合わせの時に初めて聞いて、どんなピアノを弾くのか全然知らないかったのに、もういきなり、あ、じゃあこれお願いしますとかって頼んだので、なかなか、ね、裏で聞いてたんですけど、やっぱり見かけによらずガツガツ弾く感じのパワフルなピアノで、なのでこの次2人で一緒に演奏しますが、私もどちらかというとガツガツタイプなので、2人でもガツガツ演奏したいと思います。続いて演奏いたしますけどは、加藤正則さんという方が作曲されましたソナタ・ルシーダという曲。ルシーダというのは、きらめき、キラキラキラみたいな、きらめくという意味があるんですけど、この曲ができた背景というのが、この加藤さんが、今私が習っている須川信也先生、もう世界一のサックスプレイヤーのために書かれたんですけど、その須川先生のサックスのイメージをこの三楽章形式にしたのではこの曲です。なので、まあ、全部で三楽章あるんですが、それぞれちょっとずつきらめきとか、優しく歌うところだったりとか、そういう部分があるので結構楽しんでいただけるかなと思います。実はこの萌衣ちゃんと初めて本番をしたのがこのソナタ・ルシーダの1・2楽章で、三楽章は今日初お披露目ということでちょっとドキドキしてるんですが、頑張りたいと思います。それではソナタ・ルシーダをお聴きください。
うん。